私、夜眠るときにね、たまにすごく不安になることがあったの。え？私だけじゃなく、みんなあなたの力を必要としていた。導き手はそんな大層な過去じゃないよ。うん、一番大切なのはあなた自身よ。レッドが誰かを導くためにいなくなることが。この店もベッドも俺にとって帰る場所となっているのはそこにリッドがいるからなんだ。あの時リッドは俺にもダメな部分があると分かって、だからこそ一緒にいたいと思ったと言ってくれた。俺は導き手だから。でもリッドは違った。ここが俺の旅の終着なんだ。俺はリッドが考えている以上にリッドのことが大好きなんだよ。お互い一人がダメだなんて、私たち弱くなっちゃったのかな。そうかもしれない。でもスローライフにそんな強さはいらないだろ。おかしい。ちょっとリッド、どうじゃないんだか。なんだかこうしているだけで満足しちゃう。あ、見た。綺麗だったよ。でもこのままじゃ幸せだけど切ないよ。限界で多分もう収まらないと思う。大好きだよ。嬉しい。あなたと一緒に暮らしてずっと幸せで。さっきはここが旅の終着って言ったけど、新しい旅の始まりでもあるんだから。そのうち家族も増えるだろう。騒がしくも楽しい日々になって。それはとても素敵な旅だね。なあリット、前にも聞いたけど、どんな宝石が好き？あなたが選んでくれた宝石がいい。楽しみにしてるからね。本当に楽しみに。わかった。